はいどうも、山木です。えー、4月になりましたね。ほんで今日はね、X なんかでもまあ、ちょこちょこニュース載ってんですけど、エープリルフールだからね、<laughs> どこまでどれを信じていいのかなっていうかね、なんかこないだの横田めぐみさんのもフェイクニュースだった。 っていう記事も載ってましたね。どっちが本当なんでしょうね。えー、っと、まあ、そんなとこで、う、え、ん、ー、とね、まあ、X からは、ちょこちょこっと、あのあ、実際これ起きたんだろうな、と思えることは拾っておいたので、ね、あまあそうですね。まあ興味あったら、下の説明欄のとこからアドレスは貼ってあるんで、 X で拾った記事なりなんなり、まあ、直接見てみてください。でね、まあ、昨日が、昨日がおそらく、まあ、イースター、イースターですよね。で、トランプさん、イースターまでには、もう完全にね、終了させる、終わらせるってことを言ってたんで、こっからいろいろその結果が見えてくるのかな、 っていう、ほんでね、この4月の上旬に、ね、さらけさら発動するっていう話だったり、EBS まで行くっていう話だったり、ね、4月の8日にはなんかきな臭い、<laughs> ね、日食に絡んで、あん、これディープステート、ディープステートのさらにその中心にある信仰に近いんでしょうね、悪魔崇拝の部分でも、 いろんな儀式みたいなことを考えてる連中がまだやっぱ残党がいるみたいですよね。ネガティブな波動が大好きだったレプやらなんやらもうおそらく本体はいないんでしょうね。でもう入れないとこまでもう地球も次元っていうか周波数を上げてきてんじゃないですかね。もうね、この間中から 今年になってからでもあのアマテラス粒子だったり太陽フレアだったりシューマン共振のね、ほんとすごいですよね、エネルギーもね。なので、もうレプとかの低い波動では入れないとこまで来てるんじゃないですかね。入れないっていうかもう居心地悪くてしょうがないんじゃないですか。 で、まだその残党、それの子分たちですよね。番頭さんですかね。番頭さんぐらいがちょうどいいんですかね。その辺が、まだ残ってんのと、あとはまあ、おそらくは、おそらくは、これ、光側の、早く気づけの、ね、お気づき案件っていうかね、ポップコーン、ね、ほんと、 は気づいたら連中はもうポップコーン見て見てろと、あ、ポップコーン食って見てろという感じで、んで、あとはね、羊ちゃんたちをどうやって目覚ましていくか、気づかせていくか、ね、自分が信じてたもんって、何を自分信じてたんだろうっていう、やっぱ確認ですよね。ただ、ね、目の前に現れてくる、そう、テレビだったり、まあ、マスコミだったり、 で、周りの人間たち、ね、自分の関係する人間関係の中で流れてる情報ってのの質が果たしてどうなのかっていうところまでを、おそらくあんまり真剣に考えたことを、その考えたっていう、自分で考えるっていう経験がなかった人たちってのも多いと思うんです。でそういう人たちがね、気づくために、 そういうことっての起きてきてる部分ってのもかなりあるんじゃないかなっていう気はしてますよね。ただもうネットな、あ、これネットを見れる人たちはね、まだ、まだいいんですよね。ネット見れない人たちってのはもう本当今のマスコミ、特に日本のマスコミから流れてる情報ってのはとんでもないですからね。 日本国民のために流してる情報じゃないですよ。日本を、本当にあの、上の方で牛耳ってる外人の人たちですよ。その人らのための情報ですから。ただネットの中にはもうちょんばれで流れてますよね。あの小林製薬のね <laughs>。あの、ネガティブな情報を流したあの医者なんて、 って言いましたっけがねネットの中にも写真入りでちょこちょこ何回も出てきてますねなんか他の医師たちの通常の金額の192倍かなんかの金額もらっていろいろ喋ってたみたいですよねで今日 x の中に出てきてた情報ではあの小林製薬さんってとこはなんかあのワクチンの製造を断った みたいですよね。んで、さらに、役人の甘くだりを断ってたみたいですね。だからもう、ほんとあの、官僚なんての、本当と、官僚も政治が本当ヤクザ組織と変わんない、変わんないつうが、本当にそれよりひどいんじゃないですかね。権力使ってきますからね。 まあそういうところの構図ももう全部ちょんばればれですよ。ね、早い改心した方が <laughs> いいんじゃないですかね。もうどうなんでしょうね。あとはもう、後で気づいてびっくりってとこに行っちゃうんじゃないですかね。なんかね、あと昨日言わなかったけど、エプスタイン このなんか名簿第2弾みたいなの出てきてきますよね携帯電話に残ってた方の、まあ、リストかな。でまだねに日本人がそこに出てきた出てきてるっていうニュースはまだないんそんなにないんですけどもただスタインと握手してる写真は結構いろんな人の出てきてんですよね。 だそういうところは多分代理で連絡してる人らの連絡先なんじゃないですかね。まさか直接連絡取ってるってわけじゃないんでしょうからね。まあでもその辺のニュースってのはボロ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 出てきてるし、んで、エプスタインの島だけがそんなことしてたんじゃないですよね。日本の中にもあるんですよね。噂になってる島がね。 で、それを三浦春馬くんが、なんかね、その自分のブログなんですかね、何ですかね、あの食事をなんとなく島の形に並べ替えて、そのメッセージ伝えようとしてたみたいな噂が流れてたりね、そういうところもいずれは手が入ってくんでしょうね、光が当たっちゃいますもんね。まあそういうところは楽しみにして見ていきましょうかね。 で、今日ね、見てた中であのー、まあ、金融関係で、えっ、ー、とね、これ多分、あの、最近は動画が載ってっからって全然信じらんないじゃないですか。もういくらでも作れちゃうしね。で、AI ももうかなりのレベルまで来てますよね。 AI に作らせてる画像なのが本当の現実に起こってる画像なのかってのはね、なかなかこれ判断って難しいですよね。だから今日記者会見みたいな風景の中でね、ちゃんとあのアメリカの国旗が立ってて、でそこで記者会見なんだろうなっていう風景で、 本当か嘘かはこれ判断つかないですよね。AI が作った画像なのがフェイクのニュースなのかリアルのニュースなのか。んないですよね。その中で言われてたのはあの準備制度理事会のエドワード・グリフィンさんっていう人がね、その記者会見で話してる風な風景なんですよ。 で、なんとなくその、文章を読むときはメガネかけてみたり、自然な感じで流れてたやつ、まあ、X で拾ってあるんで、まあ、もし興味ある方は見てみてください。で、その、グリフィンさんが言ってたのは、その、もう連邦準備制度っていうのは <laughs>、もう、監査の必要ないよと。これね、FRB も3年前から診察すってないみたいですよね。 去年あたりはかなりの損失計上してますね。で、その中でもう監査は必要なくて廃止される必要があるという結論に達しましたと <laughs>。準備制度理事会ですよ。理事会のエドワード・グリフィンさんがそういう記者会見してる風景を、が載ってたんですよ、X にね。これだからもう俯瞰紙幣の まあ遺言みたいなもん <laughs> ですよね。だからね、これがもしアメリカ本当に発表されてたんだとしたら、日本では報道まだしてないんでしょうかね。どうなんでしょうね。実際に廃止の方向で、だなんかね、FRB も陰でトランプさんの手の中にあるよ。 っていう話も昔噂で流れてたしね。で、それも当然ですよね。で、結局あの、俯瞰紙幣、その、まあ、米ドルの俯瞰紙幣になる前もですよね、いっときまでは金本位制だったりでやってたのを、まあ、そっから金とかじゃなくて、石油、ペトロだらってね、石油に変えるよみたいなんで、 で、それでやってきた経緯とかもあるんですけども、まあ、要は、どっかでの、その、武力を使って信用させて、みんなに使わせて、世界の基軸通貨に無理やりしてった。殴っていうことを聞かして <laughs> 無理やりやってったって感じですよね。それが最近はもう b r i の動きとかが出てきて、で、その資産担保がないと、もうお金ってのはダメですよと。で、それになびいてって、 ドル離れってのがもう急速に進んでるわけですよ。その中で俯瞰紙幣の本当子供銀行のような金ってのがどんどん魅力を失ってって、だから FRB も3年前から印刷してない、診察を印刷してないと言われてます。で、そういう中でいよいよこういう発表が、まあ本当にあってもおかしくないなっていうね、むしろ今まで遅かったね <laughs> っていう感じなんですけど、 だからもう本当にドンズマリまで追い詰められたんじゃないですかね、DS っていうかですね。そういう俯瞰紙幣ってで、ね、これなんだっけ、1913年かなんかに、そこから100年間っていう印刷権を契約したんですよ。アメリカって結構100年っていう単位でその契約したがるみたい、好きみたいですね。 あのコスモアエルのね、宇宙船の実物、宇宙船なのか、本当に行ったのか行かないのか分かんないですけど、宇宙船と言われてるものの、あれの借りる契約ってのも、なんか100年っていうことで借りてるみたいですよね。で、その100年間の契約で印刷権ってものを、まあ、奪い取ったと。 ね、今の DS と言われてる、まあ、ユダキンと言われてる人たちっていうんですかね、ロシアだったり、まあ、その辺が中心なんでしょうけどね。で、その印刷権ってのが、2013年、2012年に、そのマヤカレンダーで、どの頃のってね、騒いでた、その時期に俺もその記事見たんですよ。だからその後でしたね、2012年の後。 2013年でその印刷権100年間の契約がもう切れてるよと。で、俺もうその頃ですよね。それの前後して FRB っていうのはただの株式会社だよっていう情報が同時に伝わってきたりね。ちょうどブログい書き始まった頃、書き始まってちょっとした頃ですね。で、それがもう2013年で切れてるよと。 だ切れたんだからもうそこでスパッと終わんのかなって思ってたら、ここまで <laughs> なかなか終わんなかったですね。だやっとこういう記者会見とかね。そういうことが、やっとまだフェイクかどうかわかんない。本当のニュースかどうかわかんないですけど、こういうとこまで来てると。トランプさんもインスターまでには終わらせるよと。この俯瞰紙幣の終了。 ってのは、イコールでも DS の終了を、もうほぼほぼ、ほぼほぼイコールだと思いますよ。そこで、ね、権力を握るんでも何でもその、お金の流れっていうところで、だいぶ握られてきた部分って大きいですからね。ね、ほんであのー、アレックさんに聞いたって、いやもう世界的に QFS で、もう資産担保のついたデジタル通貨、 の方に、もう銀行、業界全体がそっちに、もう移行してるからっていうことをアレクサも言ってるしね。だからもう、そろそろ本当にね、あの小指一本つっつけばもう決まるっていうところまで来てからなかなかその小指一本のチョンが出なかったですけど、なんかチョンが出たんじゃないですかね。 もうひ、ひ後ろにひっくり返りそうなの、こう、腕を、ああ、ああ、みたいな感じなんじゃないかなと、俺はちょっと期待してるんですけどね。だからそういう動きがこっから見えてくるんじゃないでしょうか。ね。まあ、4月はいろいろ、ね、ちょっと気な臭い動きもありそうだし、そういうところを、まあ、ちょっと楽しみに、ね、見てみましょうね。 えっと、そんでね、あ、あと、昨日いただいたコメントをいくつかにちょっとお答えしてみたいんですけど、まずあの、レッドマーキュリーは面白かったですっていうコメントを何件かいただきましたね。あの、フリーエネルギーとか興味あ,ある人はやっぱり、レッドマーキュリーの存在ってのは、ね、いろいろコンビニ挟んではいた方多いと思うんです。 であそこまでの実験ねやってくれてるってのは俺も初めて見ましたほんで空間電位っていう話も以前したことあるんですけどもとにかくその地表っていうね、まあ、地面でね電気配線した時にその地面にアースって言ってまあゼロ点を求めるわけですよねその電圧のゼロ点を求めてでアース棒って っていうね鉄の棒なりを打ち込んででそれをアースだからその電気機器にあるいはどっかで漏電した時にその電気を地表に流してしまって人間が触れても安全な状態にするあるいは機械が発火しない状態にするっていうことでアースを取る。で地球ってのが電位的にこの地表ってのが0点電圧的にね。と。 してね <laughs> ほんで、地表から高さ1メートルの高さで、これが、まあ、だ1センチ1ボルトっていう電位差があるんですよ。電、電位差ってのは電圧を生む差です。だからここで1メートルってのは100センチで、そこは100ボルトの電位差があるんですよ。 日本の、まあ普通のコンセントっていうのは大体1 0 0トの電圧で電気が流れてます。コンセントのあの二股のやつね。あそこの間にある電圧が1 0 0トですよ。交流ですけど。んで、地表がロとして1メーターの高さっていうのは1 0 0トの電圧かかってんです。だから身長2メーターの人は頭のてっぺんと 足、地べたに立ってる足の間で200ボルトの電圧差があるんですよ。これでは感電してないからわかんない感じでないですけどね。これ人間ってのも,もうこうバイオマシンですからね。電気で動いてますからね。筋肉動くんでも何でも電気信号で電気の力を使って動いてますよ。この肉体っていうものもね。なので、 これ100メーターの高さがあったら1万ボルトですよ。そんだけの電位差ってのがこの空間目の前に見えてるこの空間の中に存在してるんですよ。んでそっからね、電気が取れるってのは、なるほどそういうことなら当たり前に取れるよねってね。そのエーテルエネルギーだなんだかんだまで言わなくてもね。で、俺ら学校で習った範囲では俺あの、 ねえ、水蒸気っていうのが空中で冷やされて雨になって落ちてきて、んで大地に降り注いで、で川になって流れて海にまで行く間にどんどん蒸発してってね。で海からもそれは蒸発して、で蒸発した水蒸気ってものがある程度の上空に行った時にそこでまた冷やされて、でそこで雲になりますよっていうね。それがその そこの温度差でそういう層ができんのかなっていうね。なんとなく同じぐらいの高さに雲ってばーっと揃ってる時もあれば、高さ違う雲もあったりするじゃないですか。でそれってのは温度差で表示してくるのかなって思ったら、温度差で生じてくるもんもあるんでしょうけど、その電位差でそこに浮かんでるっていう話もあるんですよね。だから雲がそこに電位差で、 浮かんでるっていうね、電気的に、その、プラスマイナス、マイナスマイナスとかね、結局、まあ、電気っていうのは磁力にも関わってくるんで、でそういうところで、ね、電気的に浮く、あ磁力的に浮くって言ってもいいんですかね。そういう関係だっていう話もあるんですよ。その電位差ってものを使って、 昆虫類は飛んでるよっていうね <laughs>。そういう話もあるんです。だから地表が、例えばマイナスだとしたら、昆虫のあの、甲殻類、特に甲殻類が強いらしいですけど、あの、ね、カブトムシとかテントウムシとか、硬い殻を持ってる連中ですよ。コガネムシとかねで。そういうのがあの殻を開いて、そこに畳んである薄い羽をね、 パタつかせて、あれ力学的には飛ばないらしいんですよね。<laughs> 物理学的にはなかなか飛ぶの難しいらしいんですよ。あの、トンボトが蝶々ぐらいだとまだいけるみたいです。力学的にはね。でだけども、あの、甲角類になったらもう全然いけてないらしいんです。だからああいうのも、いや、電気的にあれ浮いてる状態なんじゃないのと。 だから、甲殻類、ね、あの、ああいうの甲殻類って言うんですかね。まあ、いいや、何でも。ね <laughs>、あの連中ってのは飛ぶの下手くそなんですよね、意外とね。トンボなんかは上手ですけどね。でも、本当あの、浮いてなんとなく方向をコントロールしてる程度の飛び方だなっていうね。 あれ、狙いをつけて、ね、なんか飛んでる虫を捕まえるみたいな、そういう素早い飛び方じゃないですよね。そういうところで、天気的なその空間に流れてる、もう日常にあるエネルギー。で、それがどっから生じてるのかわかんないですけど、これ地球ってもん自体が磁力を持って回転しててね、で、さらに、磁力を持って浮かんでいる太陽って、 っていうものの周りを、ね、磁力を持って好転してると言われてる。で、さらに自分で回転しながら。だら全部この宇宙ってのは回転するエネルギー、銀河でももう、原子の中でも全部ですよ。そこに回転するエネルギーってのが存在しているよと。そうするともう、モーターの、モーターの表面にくら、モーターの中のコイルの表面に暮らしてるようなもんですよ、俺ら。 またそこにね、そういう電意差があっても、理屈はわかんないですけど、なんとなく頭は <laughs>、うん、そうかもね、みたいなね。そういう納得はいくんで、フリーエネルギーってのは、うあり得るだろうなと。ね、そういう物理的な地球の三次元的な物理的世界から、なんとなく妄想してってもねで、フリーエネルギーってのはそういうエネルギー、基本的にはそういうエネルギーじゃないみたいですよね。 あの、アインシュタインもね、エネルギー最強、この宇宙にある最強のエネルギーは愛だって言ってたって、その娘にね、手紙残して、んで、この手紙は、20年間は、その世の中が理解するのをまだ難しいから、20年は公表するなと、いうことでなんか残してった手紙ってのにも、アインシュタイン書いてますよね。 で、フリーエネルギーってのは、その愛っていうところのエネルギーってもんが、やっぱ基本なんですよね。この宇宙そのものの成り立ちを作ってるのはやっぱ愛っていうね、宗教の中でも昔から言われてますよね。なんか私が愛であるとか、私は光であるとかね、聖書の中にもなんか出てきてますもんね。仏教とかになればね、私は なんか、なんだっけ、法刀法の灯火だみたいなことを言ってみたりね、仏。結局そこのことは言われてるんだけども、なかなか、うそんなの迷信だよっていう言葉でね、三次元的に科学的じゃないねとか言われてね、<laughs> どっかに追いやられて、そんなのオカルトだよみたいなね、うん、そういうとこに追いやられてきたけど、どうもこれ違うぞと。 入うとこに入っていくときにやっぱフリーエネルギーっていうのはまあ登場してくるものですよ。であとそのお金からの解放ってことも当然イベントとしてイベントの一つとして登場してくることなのでねさらげさらってものもあの4月上旬初旬って言われて噂されてるけど ねえ、もう寝さらけさらいつだいつだっていう話はもうほんと長年やってますけど、まあでも、いい感じなんじゃないですかね。この、準備制度が、もうね、ね監査なんか監査すら必要ないよともう廃止廃止みたいなね、感じで言われて始まってますから、まだその辺の流れってのも、 イースターもう終わったしね。まあ、こっから、ちょっと、4月上旬ってのは、はてどんなんなんのかなってと、はちょっと楽しみに見てみたいですね。まあ、そういう中で、そのコメントでね、レッドマーキュリーはそんな感じでいただきました。で、あとね、その、えー、っと、スマホとタブレットと、あとパソコンでの、 その概要欄説明欄の見方ってとこ説明したんですけどもテレビで見てる人は難しいかもねっていうコメント頂い,いてねあれテレビでって俺も見たことないんでテレビの方はどうなんでしょうでもテレビはわかんないです誰かに聞いてくださいもうであと、まあ、できましたっていう方もいらっしゃいましたねよかったですね ね、あと、パパパさんが、えっ、ー、と、なんだっけえっ、ー、と、あ、えっ、ー、と、ディナールリキャップスに登録しなくても知らせるから大丈夫と言ってましたけど、どうなんでしょうって言われたんですけど、これ、コメントをこういただいてね、パパパさんがどういうつもりで言ったのかわかんないんで、わかんないんです。<laughs> どうなんでしょう俺もどうなんでしょうだよ。 だから、でも、あの、知らせるっていうのはね、誰が知らせてくれるんでしょうね。パパパさんが知らせてくれるんでしょうかね。あるいは、俺らみたいなこうやって動画なんかで声を出してる人間が知らせてくれるんでしょうかね。で、俺も情報源としてはディナールリキャップスが、まあ、一番信頼は置いてます。まず、 まずまあ自分がその tja4b を考えるんであればね。なので、やっぱ自分で tja4b に登録できるんであれば tja4b に自分で登録して、で自分で情報を拾っていくっていうね。あのー、ね、俺がいやそろそろって言ってたけど、ああ、そろ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 ばっかりで全然来ないね、みたいなことをコメントでくれる人もいるんですけど、 とんだお戸違いです。それはね。自分で探しましょうよ。そこはね。で、自分で探した結果と、俺がこうやって動画の中で言ってる結果ってのが同じだったら、ああ、じゃあより信頼が高まったかもね、ぐらいのとこで捉えていかないと。本当にあの、俺が言うことをポカンと口開けて回ってたってダメですよ。 ねえ、そこは自分で積極的に情報ってのは取りに行きましょうよ。と答えたいです。で、あと、5次元に行くのに登録が必要ですかって <laughs> これは全く関係ないです。あの、tja4b ってことを考えている連中だけです。そのディナール r d キャップスに登録しといた方がいいよって俺が言ってんのはね。 ティア5はどうなのって言われたら、これ、ティア5の情報は流れてないんですよ。ほとんど流れてないですよ。なので、ティア5ってのは俺も考えたことないし、あの、進めてらっしゃる変な方いますけど、よくわかんないです。だからディナールリキャップ数は、ティア5の噂ってのは、ほとんど出てこないので、もう一般、一般のレートに、 ね、一般のレートっていうところでなんか同率に語られているようなだからちょこっとはお得かもねぐらいの感じにしか出てこないんですよ昔はねもうちょっと違う感じのニュアンスで出てきたこともありますだけども今はそういう感じで TIA5 の情報ってのは本当流れてないです なので、ディナールキャップスに登録が必要な人ってのは、ご次元を求めてる人でも何でもなくて、ただ、ね、その資金ってもんが DS から、今度は一般庶民の手に移ったよと。で、その時に、じゃあ、その中で世の中をより、ね、その人道的な方向で変えていきたいっていう希望を持ってた連中に、 ある程度、レート、高いレートで渡すから、それ使ってごらんよってのが、ティアビーですよ。だそれを最初に言われた段階では、その、ね、NDA って秘密保持契約ってものが必要だったり、で、その、そこで、ティアビーで受け取る資金の100%そこに使わないと、もう、その口座凍結するようだったり、で、そういうことをずっとクリアーっていうかね、意識の中でクリアー、いや、それでもティアビー ティア5は自由だよってその頃は言われてたんですよ。レートは下がるけど自由だよ。などっち選ぶみたいなね。だけどもティア 4B ティア 4B って選んできてで最近になってやっとその100%使わなく人道支援に使わなくちゃいけないよっていう部分が外れてきたりねそのパーセントってのはどんどん下がってきたりしてたんですよ。80になったり50になったり20になったりね。 で、今は特にそういう縛りはないよと。いうところまで来てます。んで、NDA って秘密保持契約。で、30日間から120日間ぐらい。で、90日って言われてた時もありますね。で、それぐらいの期間は、そのティア 4B で、その資金を受け取ったっていうことを、誰にも話しちゃいけません、みたいなね。 ねえなんか言うなって言われたら言いたくなっちゃうみたいな <laughs> ほんと行のような感じですよねそれでもやるよって言ってる連中がまあティア 4B って思って言ってたわけですよただ最近になったらもうひょっとするとその NDA 秘密保持契約ってのもないかもねっていうところまで来ててねそういう流れになってきてる中でティア5っていう噂は全く聞かないんです どこでねその召喚できるだったりとかあるいはもう1対1対1っていうところまでそのまんまでいっちゃうのかあるいはその隙間の短い期間の中でどっかの外貨取り扱いしているところで両替ってことが可能なのかっていうそういう情報も全くわかんない正直言ってわかんないんです。でティアに関してはティアフォービーに関してはその ね、レートがイラクのレートが決まって RV がかかってイラクの国際レートが決まってで RV ってのもそんなもんあるわけねえじゃねえかってコメントもいっぱい今までいただくんですよそんなことあるわけねえだろって言うけど昔イラク戦争が起こる前は逆の RV が起こったんですよ逆の RV で叩き落とされたんです イラクディナールの価値がね、ベトナムドンとかだって一緒ですよ。インドネシア,アルピアもそうです。今回 RV って言って、真っ先にその言われてるイラクディナールがまあ戦闘を切っていくだろうと。で、そこにもう一斉におそらくイラクが行ったらもう一斉に変わっちゃうんじゃないのっていう今はね、昔ショットガンって噂されてたやり方ですよね。 だもうほとんどもう同時に行っちゃうんじゃないみたいな感じ雰囲気になってますだ昔 RV ってことをかけられたんですよ逆にねだそれを昔のレート当たり前のイラクが持ってる資産やら何やらとかそういうところを正当に評価してそこの元々のレートまでまず戻しましょうよっていうのが評価が RV ってことですよ だから、勝手にイラクの価値だけボンと上げるよってね、法外に上げちゃうよってことじゃないですよ。手のみの逆をやらされてきたんですよ。丸を3つもつけられたんですよ。3つだけじゃなくて、まだ何分の1まで落とされたんです。昔にね、1リナールイコール3.22ドルっていうレート柄ですよ。そういうとこから、 今は、えっ、ー、と、工程レートが今日で1320ぐらいですかね。1ドルイコール1320ディナールとかっていうとこまで落とされたんですよ。ね。そんなディナールなんて関係ないよと。これからは国際社会であんたら生きてくんだったら、石油売りたいんだったら、ドルだよって、アメリカンジャイアンに殴られて、 しょうがなくてそうされたんですよ。武力で叶わないから。それを元の位置に戻しますよってのが RV です。だから夢物語でも何でもないですよ。当然怒って当然なことです。それはね。人道的に見たってどう見たって怒って当然のことですよ。それを起こすときに、そこで早く気づいた連中ってのは人道支援やりたいっていう連中は そこまで、それが具現化してね、DS の手からそういう資産を奪い取るっていう時には、やっぱ、ホワイトハットとかね、その旧軍だったり、まあいろんなアライアンスの中でいろんな役割の方がいたんだと思うんです。ね、特殊部隊宇宙軍なのか何なのか、ね、具体的なところはまだわかんないですよ。 だけどもそういうレプタリアンとかを追い出してったり、ね、あるいはもう銀河連合とかっていう宇宙の意識たちと一緒にそういう行動をとってきたりもう流れてくる噂は山ほどあるんですなんかアメリカからどうだっけスペインかなんかまで2秒でテレポートしてもう作戦行動できるよみたいな噂もなんか昨日がなんか出てましたね。 そういう中でどう動いたかはわかんないですけども、その地球自体がまず望まないと、その地球自体も次元って上がっていかないんですよ。で、地球自体がそれを望んでるんです。地球自体がもう3次元から5次元、あるいはそれ以上の次元にもう上がっていくよと。地球ってももうこれガイアっていう宇宙生命体の女の子ですからね。ら少女から乙女に変わっていく時期なんですよ。その変わり目なんですよ。 だ今まで小学校だったけど、今度は中学校、高校に入るよっていうね、そういう変化が今地球自体にも訪れているんです。で、それを無限化していくときに、そこで人道支援で、ティア 4B とか、え、NDA、秘密保持系がかかってもいいよ100。100%しか100、100%それにしか使えないよって言われてもいいよって言える人たちは、そこで、 やっぱ想念としてて高い波動を持ってるわけですよそういうね地球にも周りにも一人一人の波動が強い範囲っていうのは半径約30キロって言われてますで30キロで止まるわけじゃないですよでそういう人間っていうのが一人よりも2人3人4人5人10人って集まってったらもっと高いエネルギーになっていくわけですよでそういう波動を高い状態で波動を守る立場として そのインターネットの中の世界で、そういう情報を積極的に拾ってって、そういう思いってのを発してきた連中ってのは、ある意味ホワイトハット側の民間の兵隊みたいなもんですよ。ね DS に仕掛けられて、世の中で <laughs> 生きづらかったと思いますよ。皆さんね。本当にね、あたおかとか変人とか言われながらね。 でだけどもその波動をキープしてた人たちですよ。その連中に、ね、そこで奪い返,す奪い返した資産をいや世の中を良くするために使ってこらんよと放出されるのが t ア o b です。それが放出されるときにそれをどこで受け取んのかっていうね、まず面談を受けるだったり、でその面談を受ける予約の番号っていうのが 知らされてくるってのが、その知らされてくる可能性、その情報が一番集約されているところがディナールリキャップスっていうとこなんですよ。だから、あのー、5次元に行くのに必要かと言われたら必要じゃないです。だけども、そういう資金を使いたいと思って、ティアフォービーを狙って考えて外貨を持ってる人たちだったら、 ディナールリキャップスには当然自分で登録して自分でそれを直接見て情報は取るべきだと思います。じゃないと俺だってもしその召喚の電話番号とか連絡来てももうその段階から NDA ってね秘密保持契約これは公表しないでくださいねって言われる可能性だってあるわけですよ。だからぜひ自分の力で自分でですよそこはね 情報を取るって時には自分で、で俺が何か言ってて、本当なのかなこいつ言ってることって思った時は、俺にまたいい加減なこと言ってっていうコメントも <laughs> 来るんですよ。もう4月だってのにまだそんなこと言ってんのみたいなね。もうバチバチ消しますけどね。で、そんなコメント汚すぐらいだったら本当か嘘か自分で確かめてくださいよ <laughs>。ね。 本当に自分で確かめる、自分で調べる、自分で納得がいったときに、自分でじゃあそれをどう感じたのかなっていうね、やっぱうさんくせえなと思えば離れてね、見てりゃいいし、いや、本当かもなって思ったら、あと半歩近づいて、自分でもうちょい積極的にその情報だったりを自分で調べてみる。とにかく自分で納得がいくようにですよ。そこはね。 ということだと思います。そのディナールリキャップスの登録っていうことに関してはね。で、あと何でしたっけ。あ、あとね、何度やってもダメです。カード名前を要求されてスタートできないですっていう方いらっしゃるんですけど、だから、どっか押し間違ってますよ。ね。もう一回、あの、 説明欄の中は見れてるんだと思うんですよ、多分ね。説明欄の中を見れてるんだったら、もう一回俺が説明してる部分を、あのー、もう一回読んでみて、手順どっか間違ってないか、どっか早とちりして変なとこで押してないかっていうね。そういうところを確認しながら行ってみてください。それが、もう一層詳しい人、 を捕まえて、まあ、仲良くなってください。で、Tier 4b ってのは、ね、絶対しなくてはいけないもんでも何でもないですからね、望む連中があそこに向かって積極的に捉えていくっていうだけですから、Tier 5はよくわかんないです。だから、ディナールリキャップスに登録して Tier 5の役に立つかって言ったら、わからないです。Tier 5を望むんであればね。 まあそこは自分のハートに聞いて、自分のハートに従って行動することをおすすめします。で、えー、っとね、まあコメントに関してはそんな感じですかね。あと、未だになんかね、ネガティブなコメントくださる方たまにいらっしゃるんですけど、これね、もう、量子コンピューターも動いてるし、 ぼちぼちやめた方がいいです。あの、書けば書くほど自分が落ちていきますよ。自分の波動が落ちていきますよ。自分の環境が低い、より低い波動に囲まれていきますよ。自分が見てる現実がね。なので、おすすめしません。そういうネガティブな書き込みってのはね、どこの誰に対してでもですよ。気に入らなかったら離れりゃいいだけですよ。 ねえ、ネガティブな書き込みする人ってのは寂しいんでしょうね。構って欲しいんでしょうね。でもそんな書き込みするぐらいだから誰も構わないんでしょうね。離れていっちゃうんでしょうね、周りがね。現実の中でですよ。だから、そういうことはやめた方がいいんじゃないですかと、おすすめしたいですね、俺はね。と、まあ、お伝えすることはそんな感じですかね。でね、あの、 今日もね、おすすめの動画一本ちょっと貼り付けたいんですけども、えっとね、これ、銀河連合が伝える、あ、教える、五次元世界への覚醒っていう本があってね、で、後藤正史さんって方が書いた本らしいんですよ。で、まあ、長年この怪しい世界を、 探求してた方のようでねで、その方がままとめてて、まあ、書いてくれた本らしいんですで、すその本に書いてあるとこのまあ、YouTube で言えるような差し障りのない部分ってのを紹介してくれてた YouTube の番組でねでまあ割と似たような話を長年きっとね似たようなヤブを探して歩いたんでしょうねこの後藤正史さんって方ね なので、この動画、意外とね、俺が色々あちこっちでちょこ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 言ってるようなことを、なんとなくひとまとめにして、その次元上昇ってこういうことだよっていうこととかね、あの、なかなか、その、ね、例えばディナールリキャプスに登録しないと5次元に行けないんでしょうか、みたいな、そういう疑問を持つような方とかだったら、あるいは見た方が、 そういうところの理解ってすっきりできるんじゃないかなと。であのトータルでバランスよくこれね言ってる中身が本当なのか嘘なのかってことはこれ調べようがないです。銀河銀河 <laughs> 銀河連合って本当にあんのっていう話だってこれ調べようないじゃないですか。ねえ自分の頭の中にこういうチャネルリング情報とかバツーンと突然入ってきたら本当なのかな妄想なのかなっていうね。 そこからまず迷いますよ。だから自分のハイヤーセルフと繋がるっていう時だってそうですよ。本当なのかな俺の妄想なのかなってね。その辺から始まると思います。なので、まあ自分でまず確かめようがないと思うんで、自分のハートがどう感じたのかな自分がどう感じたんだろうというところにまず意識を向けてね。 一個一個のその言ってる内容が本当なのか嘘なのかっていうことを真眼つけるっていうよりは自分がどう感じてんだろうっていうことにむしろその視点を置いて感じて見られるとあるいはその全体像ってのがデコボコしたところがより丸くとんがってたものがね三角が。 まあ四角形五角形六角形七角形八角形にやがて円になってくんじゃないでしょうかねと思うんで下の説明欄のとこにおすすめ動画のとこに貼ってみますねだもし興味がある方はぜひご覧になってみてくださいなんか俺は見てて似たようなやぶん中一緒になんか 歩いてた人なんだろうなみたいなねなんかだぜひお会いしてお話ししてみたくなりましたねというとこの話でしたなんかまだ長くなっちゃいましたねまあ、うん、今日はそんなとこのお話でしたじゃあまた興味があったらぜひ遊びに来てくださいねほんじゃあまたね